とえあめっちゃついてくる、めっちゃついてくる。じゃあ失礼して、うーん始まった、うんあれもうゴール。ペロペロ暗黒茶でーす。はい、ということで今回も星のカービィディスカバリーやっていきましょう。今回から溶岩のステージですね。はい、もしよろしければ最後までご覧いただけると嬉しいです。では早速行ってみましょう。あれだね、気づいたら右上にちゃんとボリューム3出たからね、ちゃんと右上も変わってるんだね。ってことで熱々の火山のステージに来たけど、の前に例によってちょっとレジャーやっとこうか。あれさっき出たよね。はいはいはい。フルメタルカッタートレジャー難易度3、多分3が最高だよね。金婚極めて壁反射、あ壁に反射すんだ、へえ。ほいほいほい、あれあれ、あすごい、そういう特性があるんだね。へえ、シュパ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 、全然違うとこ行ったねはい、行って、はい、はい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 、ちゃんと綺麗に直角に、直角に垂直に、なんて言うんだね、当てないと90度で、90度ん、あれこれでいいの、赤いとこに当てると、うん、なこれ、あー変わるんだ、なるほどなるほど、ほい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 、あいいね、ほい、ちょ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 、ジャンプした後ね、ほい、あファイナルカッターできんのかな、これいってこうだあれだよね、これ押すと赤が変わる、赤が変わる、青が変わる、こう行って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 こうでしょ、これはどうすりゃいいの、これでこう行くね、あっちはあれ、これあれかな、最初の状態かな、これであれ、これで赤か、これで赤だ、これでこっちだ、ほいで行くでしょ、ほいほいほい、おー、ちょっと考えさせられるね。一応制限時間あるもんね。ほい、サーキブル、サーキブル。あ、ゴールだ。うん。大。ちょっと悩んじゃったもんね。まあでもあれは覚えればなんとか。ほい。もう一個ぐらい。はーい。行きたいね。もう一個どこだっけ。あれ2個ぐらい出なかった？ 1 個だっけ？じゃあもう1個は別の場所で探そうか？あれ？あと1個結構前だよね。水のステージ2面か。ステージ2の、ここの、あ、ほらほらほら、調べる。お、出てきた。隠されていた秘密のトレジャーロードを発見。早速チャレンジしてみよう。これ優しいんじゃない？ノーマルトレジャー。ノーマル初めてだよね。コピー使わないのかな？素敵に無敵、大暴れ。お、無敵キャンディーかな？そういうわけじゃない。え？え？スカーフィーがたくさんいる。え？無視していいの？ほい。めっちゃついてくる。めっちゃついてくる。ほい。ほいほいほい。スライディングした方が早い。ほい。え、あ、来た来た来た。なるほどね。大暴れ。はいはいはい。じゃあ失礼して。始まった。例によって。こういうのあるよね。カービィは絶対ね。無敵でしばらく行くっていうの。あれ、もうゴール。えい。まあ、難易度2だもんね。
オッケー。あ、ワイルドモード。そういえばこれワイルドモードだったね。はい。あれだね、他にもなんか見つけてないような場所あるかもしれないね。ま、今は次のステージ行っちゃおうか。これなんか次のステージにワープってのはないの？ん？ないかな？こうもこうやってダッシュで行くしかないかな。ほい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 。で、金属の島へ。これ最後の島かな？どうだろう？もう一つぐらいあんのかな？さあ、来ました。レッドガル金属地。熱々の金属地へ。はあ。いやー、なんか終盤っぽくなってきたよ。あ、でもビルあるんだ。一体どういう世界なんだろうね、ここね。道路もあるじゃん。敵がいた。すごい、櫓っつんだっけ、あれ。着地する場所よ。ど真ん中だけど、敵地の。すげえ燃えてる。なんか降ってきてるし。危な。隕石？火山噴火してんのかな。あ、ちょ、危ない危ない。マグマダメージ高そうだな。あれって怖い。ちょ、当てたよ。吐き出す。違う。あなたじゃない。あなた、あなた、吸い込めないんだ。はい、はい。違う。あ、違うね。それじゃないね。あ、ちょ。あ、やられちゃった。あっちのソードもらおうか。見てる。じっと見てる。かわいいな。ほい。矢倉壊せる。壊せないか。あれどうやって倒すんだろう。あ、乗れる。ほう。あ、でも、乗れないね。ほい。ん？見張りのガルルフィを2匹倒す。あ、倒してよかったんだ。でっか。お、すげえ。これ沈んでく？嘘。ほい。溶岩に使って、あ、使っていくんだ。へえ、急がなきゃ。あっちもだ。今のうちに急いで。ほい。なにガチャラポン。ほい。はーい。こっちすごい溶岩が。あれだ、見張りのガルルなんちゃら。あれどうやって倒すの。痛い。ちょ。ヒップドロップ。ちょ、そう、オッケー。ほい。ちょ、あそこの溶岩に食らった。ほい。登れないよね。ね、地味に。あ、ここからいける。オッケー。ちょ、あそこも落ちる。待って、足、これでしょ。急いで。ほい。1個2個3個。急い、じゃあスカフィ。邪魔。4個。うん、違う。ほい。5個。はい、オッケー。どこが開くんだろう。あ、そこに宝棒が出てくるのね。なんか結構ダメージ食らってる。ほい。これで1人目か。体力大丈夫かな。結構心配。ちゃんとあれだね。ちゃんと行かないとダメだね。ほい。そんな、なんか、ぐだぐだ喋りながらやってる場合じゃないかもしれない。ほい。優しい。ここで回復アイテム出てくるのが優しい。これあれだ、ゲームセンターでよくあるやつ。こっち行っての、あ、ほい。これあれかな、ドリル取った方がいいのかな。だね。あ、優しい。出てくる。はい。あ、ちゃ。そこ当たるんかい。ほい。まだある？あー、そこ通る。危ない。オッケー。はーい。これで2人目。あ、ドリルね。これはもうここでおしまいかな？
これ落ちたら、あーもう取れた。ほい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 、失礼。こっち、あ、こっちも取れる。ほいほいほい、こっちは痛い。えい、人参。おい、あ、痛い、熱っ。あの炎当たるんだ、松明の。それは知らなんだ。うわ、崖っぷち。え、しかもなんか、これ食らわない、潜ってれば。あ、オッケーオッケー、ちょいちょいちょい、おお、潜ってれば当たらない。なんかこのシャッター開きそうだけどな。あ、ちょいちょいちょい、勢い、勢い余って、勢い余って。でもなんでね、こんな火山のど真ん中に、火山のど真ん中に、あ、ちょちょちょ、ビルがねあるんだろうね。うん、なんかあるよ、そこ。隠し通路っぽいよね、こっちね。お、ガチャルポン。ねえ、ビルじゃんこれね。廃墟だよね。いけない。すごい曲がかっこよくなっちゃって、まあ。ほい。おお。え、これ落ちていく？落ちていく？急いで。急いで？急いで？こっちは？なんもない。なんもないか。ほい。ほい。急げ、急げ、急げ、急いで、急いで、急いで。ここと？もうあとは？あ、ここ、これからあれか。痛い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 。ちょ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 。あの今あの私あのコンタクトレンズしてるんですけど、左目が、左目のコンタクトレンズがずれてちょっと痛い。まだこれトキャン、あれか、急げってことね。ほい。え、待って、間に合うこれ。ほいほい、ここでしょ。ほい、オムライス。ほいほいほい、あ、オッケーオッケー。このオレンジと緑の違いは何なんだろうね。ほいほいほいで、オッケー。あれ、水が、はい、水入れたら溶岩固まるのかな。あ、ここもなんかある。ん、あ、これ行っていい、大丈夫、なんか怖い、潰されそうだ、怖い。はい、これはこれだけか。頬張る。はい、うん、かわいい。ほい、え、このまま奥へ参ります。ほう、これで水で、あ、はいはいはい、溶岩が消える、消えてるのか固まってるのか。え、結構これ大切だよね、貴重な、貴重な水、貴重な水の、あ、でもここで補充できるか。もう松明の水とか消せないかな。あ、消せる消せる。お、え、すげえ隕石が。え、何あれ、急げってこと。ちょ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 、急げってこと。え、あ、落ちる、落ちる前に火山に水をかけて7個壊す。あ、火山弾に。ほいほい、あ、オッケーオッケー。いや、怖いね。なんかもうちょっと油断したらね、ダメージを受けるっていうギミックが増えてきた気がする。えい、これでゴールか。なんもない、もう疑っちゃうからね。ほい、オッケー。いや、これからどんどん難しくなるのかな。見張りは倒した。秘密の抜け道を見つける。火山弾に水をかけて7個壊す。
を三角頬張り、謎の渦の中で身につけた頬張り変形、新世界で発見したこんな三角頬張ればとんがりボディに大変形、大地やパイプの亀裂めがけてとんがりヘッドで打ち砕こう。まだある。トルネード、回って回ってくるくるターン、癖ある操作で目が回るけど敵やブロック星も巻き込み、回って放てはバシバシダメージ。もう一丁ガボン。上のね、頭蓋だけ取れると逃げちゃうっていう可愛いキャラクターね。ほい。劣化行く道。あとトレジャーのステージがいくつ出るかだな。2個ぐらい出る？ほい。1個。お、この曲の始まり方マジビビるよね。あ、右下に61分の8って今頃気づいた。書いてあるんだね。よし、じゃあ今回はこの辺にしましょうか。はい、ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。もしよろしければ高評価やチャンネル登録していただけると大変励みになります。ではまた次回お会いいたしましょう。以上、暗黒者でございました。バイバーイ。ペロペロー。